ほん。こんばんは。やばい。TikTok 撮れてない。やほー。暑いね。うん。なっかんさん、ボブさん、ありがとう。キョンシーさん、大月上島のカズさん、ニュートさん、長谷川さん、イスケンマシーンさん、ユキさん、大月上島のカズさん、デブニャンさん、アキモンさん、ありがとう。こんばんは。坪井ゆうすけさん、まむらさん、天気夢が楽しみすぎる。お、楽しみですね。 TikTok 撮り配信しようかな。ツイートさせて。メイクしようかな。マサ63さん、坪井ゆうすけさん、お月上島のカズさん、ありがとう。メールも送らなきゃ。今日も大変な一日。チュー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 。
円。無音でいいんかな。イヤホンしたいんじゃけど、ちょっと恥ずかしい。あのドスドス言ってるの聞かれたら恥ずかしい。周年か円盤買ってほしい。円盤買ってね、なかなかできないらしいです。大崎上島のカズさん、ヒデサンキューさん、二学期は学級委員さん、つぼゆうすけさん、ありがとう。今ちょっとメール書いてる。10時から撮ろうかな。こんばんは。なんか今日暑い。ストックは取らない、1曲だけ。来年は見に行く、その何年、7週待ってます。何倍速で撮る。まんま。ヨッシーさん、ありがとう。しょではね、多分ちょっと覚えてるんだけどね、失業公演の最前でアンナと叫びたいさん、ありがとう。デブニアさん、天気おじさん、Thank you。浜松の IH、 あ、お誕生日。浜松の IH さん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。
けんちゃん、りょうたさん、なっつんさん、ありがとう。さとしさん、ありがとう。まみさんの猫耳、今日はそれじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。6周年ボーマーコンサート行けてなくても楽しめますか。うん、けんちゃんありがとう。楽しめますよ。あのアンケートみたいなところがさあるんだけどさ、なんと私の名前が入ってる箇所があるんですよ。学生の頃からあんまり入ってこなかったから、ぜひ皆さん見てください。レルニャンさん、ジュンさん、ありがとう。なんか入っとったの学生の時、なんか有名人になりそうなみたいな。でもダンスしとったっていうか、アクターズに行っとったけん書いてもらえた。ランでしたね。そこはそれ以外は全然なかった。たまゆらさん、ありがとう。メンバーからのアンケート、そう、早速ポチポチします。見てください。あと写真もめっちゃ多いからおすすめですよ。一人一人じっくりお話しさせてもらって、そう、2ページ見開き1ページあったりするし。もずき上島のカズさん、ありがとう。ね、インタビューページの写真かわいい。本当？それ以外もどうですか。そろそろ未来コールなんか、初めて。みちさんたくさん写っててね、ありがたい。うん、アンピーの BLT 見たいな。ペダルでギター弾いてる写真好き。え、わかる。ここら辺から撮られてるやつ、あれすごかったんですね。こんばんは。石剣マシンさん、ゆきさん、大月上島のカズさん、ありがとう。6周年の本、明日探して立ち読みしてみるか。立ち読みしたらもう欲しくなっちゃうよ。ぜひお家にお迎えしてください。これを覚えんと。うわ、そうそう、 TikTok。
どういう感じに撮ろう。ちょっと携帯充電しよう。2個スタンドないな。でもいけそうかも。大変。ここで練習風景を映してみる。練習はイヤホンつけて。あ、音聞こえるんか、皆さん。全然聞こえないです。あ、喋り声は聞こえるよね。今イヤホンをしとるけん声は聞こえんけど音は聞こえるよね。ん？違う違う違う、音は聞こえんけど声は聞こえる。真剣な眼差し、せやで。一旦辿ってみよう。
てん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 、うん、あ、いい感じじゃん。メイクした方がいいかもしれん。髪の毛もした方がいいかな。いっちさんのケーキ、いい感じ。いい感じですが、髪の毛も巻いた方がいいかも。メイクもした方がいいかも。では、ちょびっとしよう、ちょびっと。よくいるよ。ヒロさん、デブニャンさん、ナンちゃんさん、ハラカラさん、うん、イシケンマシンさん、ユキさん、ありがとう。ブルーさん、ありがとう。いつもこんなに大変なのね。TikTok 撮るときね、2時間ぐらいはかけてるかも、もろもろで。でも前は3本ぐらい撮ったけんね。
花久人さん、ありがとう。こんばんは。その上着、その上着、これは私の買ったユニゾンの T シャツです。とかプレゼントできないから、そっか、もらえたらめっちゃ嬉しいのに。ラスカルさん、ありがとう。今回は1本でいいの？うん。前髪上げてみようかな。似合うかしら。私の悩み。クマ。うん。寝ても寝てもね、取れないんですよ。前が短いけん上げるの難しいな。眉毛はマスカラしなくていいか。なんかかっこいい曲なので、はっきりしたイメージで。服も着替えないと。2本ぐらい撮ろうかな。あれも撮りたいんですよね。タッチミー、タッチミー。撮れるかいな。複数撮るときはそのつど目1回転の。いや、服は変えてますね、その都度。でもメイクは変えてないかも。リップの色ぐらい変えるとしたら。顔が仕上がってきた。早い早い、まだ全然です。もっといろんな工程があるんですよ、皆さん。アイシャドウとかいるかな。こんばんは。ミスってリセットするときないかも。慎重にやってますね。 TikTok でしょ。メールとかはたまにありますね、ミスってリセットされるとき。また一からメール書き直しって。メイク、メイクは、たまにあるかな。
これかわいい、キラキラした。まつげマスカラはいいや。ん？まつげ？ん？マスカラ下地はいいや。まつげパーマをして。これとろみちごっこでお揃いの鏡です。まつげパーマが取れてきちゃったんですよね。やばい顔しとる？はい、買いたい。やば、苦はない。ちょっと垂れ目じゃなくて次で値上げ系。まあ。そう、でもマリン船長も撮りたいな。どうしよう、マリン船長から撮ろうかな。ね、アイラインってすごいんですよ。
インセンチを取ろう。したら三つ取れる。三つも取れるかな。これの これはいけるわ。コンポタージュを思い浮かばせた。大人してみるとかわいい。いや、お座りでもかわいいよ。でもちょっと大人っぽいメイクしちゃったな。ブルーさん、トシヤさん、ボブさん、ありがとう。ナッツンさん、ラスカルさん、花火いっぱい、 Thank you。 こんばんは。ちょっとでも髪結んで、衣装も変えないと。ふんふん聞こえてない？ふんふん。キュッキュッキュルンキュッキュッキュルンルン。私は個人アカウント持ってないですよ。スタジオで上がります。
なんだか大丈夫かしら。ちょっと待って、衣装チェンジしたい。いいのがあるかしら、似合うやつはあるかしら。ミニスカートとかないな、なかなか。なんか、あやー、17歳。ないかも。やめようかな、これ撮るの。着替えてないですよ。わお。服探し中です。短パンならあったけどね。ちょっと他の方々見てみよう。やばい、空き容量がないって言われた、携帯の。
やばい。携帯の容量がない。なんてなんて言っちゃって、頑張ってくれて君が好き。iPad で撮った方がいいかね。今 TikTok を撮ろうとしてるんです。さっきまで行けてたのに。あ、行けた。どうしよう。なんか普通にそう
このままこういう服で撮ってらっしゃる方もいらっしゃいました。なんか顔が大人っぽすぎるな。この曲の洋服は赤と黒って感じの、なんか髪がボサボサ？もうちょっとまとまったら嬉しいよね。どうしよう。はたやんさん、クリームパフさん、ラミヒーさん、カニスティックさん、デブニアさん、ナッカーさん、トシヤさん、大崎上島のカズさん、ケンケンさん、サンタクさん、ブルーさん、トシヤさん、ありがとう。次も2曲目に回すべきだったな。いや巻きたいんですよね、次は。すごくない？筋、こんなに筋出るもんですか。ちょっと赤い服着てみようかな。
これ結構いいかも。いやーどうかな。いやよくないな、よくないな。なんか下はいいな。上があれだな。なんか上ないかな、いいの。逆に もう上下、あ上下よいしょ。大変。ティートティーティーテイクゴス。うん、これの方がぽいけど背景がな、良くないな。まあそれはしょうがない。そう、ナナさんとのフェアチキできてたの。じゃあちょっと踊ってみますね。
TikTok のさ背景さ変える方法とかわかんないですか？グリーンスクリーンしてみましたけど、どうしようかな。なんかいい背景。
なんか一旦終わろう。これは次行きます。服が ちょっと待ってね。こっちの方がいいかも、今日乗せるの。やっぱ今日は1個だけにしとこうかな。今2個目中。
いい感じだけど、ちょっと待って、ズボン変えたいな。髪巻きます。一旦結局1本1.5 本多分マリン船長は乗せないかな。あんなに時間をかけたのにごめんね。下手やな。前髪上げていくか。暑い。撮影現場です。違う、リミットは今日中なんだ、急げ。タイムリミット1時間5分。タイムリミット
もう出来上がる。もうあと3回取ればいけると思う。ここがむずい。知ってみよう。
なかなかダメだね。なんか携帯が。前のめりの方がいいな。
あともう一回だけ撮りたいんですけど、携帯の容量がないって言われて、今容量を開けて開けようとしてる最中でございます。ちょっと待ってね。なんかいいものを撮りたいって思ったら、その分長くなっちゃう。できるかも。できるかも。しゃあ、できる。
いい感じ。ちょっとあと1、2。暑い。すいません、ちょっと一旦自分の踊りを確認してみます。音ない？暑い。4個ね、下書きに載せれたの。
どれかしら。3つで迷う。迷うな。1はいいと思う。ねえ。あちい。2かな。いや、1かな。いや、3もいいんだけど。1か2やな。うわー、1かな。
でも一なんか埃が飛んでるんですよね。しかもなんか最後ダサい。まあいっか。乗せるぞ。ね、間違えてないか確認。キック。オッケー。こう見たら2かな。ね、2かも。2にしようかな。よし、載せます。皆さんスタジオの TikTok に動画、今撮った動画を載せますよ。見てください。いきます。先週全然コメント来なかったから、今週頑張れ。乗った。
ップしましたよ。スタジオの TikTok。みんなコメントして。おデブニャンさん、キューさん、ヨヨヨのヨさん、ユキさん、ヨシヒコさん、ボーブさん、 NRROO22 さん、ナッカンさん、マー君さん、ナッツンさん、ヨシヒコさん、クマクマ、西平さん、ヨシヒコさん、マーニーさん、ジュンさん、ワタルンさん、ごめんね、見れてない時に、ゴボゾンさん、アラサーさん、モクさん、タキさん、タキさん、ジャストミトさん、チャックさん、モモゾノのヒコさん、ワタヤンさん、マエコーさん、ユキさん、クリームパフさん、ナミヒーさん、ありがとう。いつもこんな感じで TikTok 撮っております。危ない。今回はいつもより撮影に時間かかったの？そうなんですよ。コメントしてきた。あ、本当？おお、10件も来てる。もうあれ6件だった。パッて10ってなったのに。めっちゃいい。ほんとほんと皆さんありがとうございます。見届けてくださって。変わったね。結局2番ですよ。2番にしました。コスモは撮り直し。そうですね、あの踊りはなんかもうちょっと衣装とかでやった方がいいかなって思ったけど、衣装なんかミニスカートとかないからね、スティール。そんなに眠たい。
じゅんちゃん、ねぶにゃんさん、なっかんさん、ありがとう。いやありがとうございました、本当に皆さん見てくださって。福ちゃんがすごい配信してた今開いたらいい配信だった。ちゃこちゃん来ないの珍しい。入れられとんかもしれん。ケイ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 。花火の花火のイベント3日まででしたね。あと111,270ポイント。皆さんぜひチャレンジなどでゲットした花火など打ち上げてください。さん、ありがとう。レブニャさん、すずねさん、ありがとう。コウキさん、ありがとう。1時間前に見た時も11万だったから、もっと少なかった。え、今見たよ。でもこれ何分おきに変わるんじゃろう。間違えた間違えた間違えた携帯から配信しちゃった。間違えて、え、どっち今、強くなった。今日誕生日やった。え、そうなん。猫神、猫なのにタヌキとこれいかにさん、猫神お誕生日おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。トゥーさん、花火ありがとう。目の中の愛しさには気づかぬふりをしてた。友達だと思っていた意味が遠くに見えた。ジェラシー、3年連続です。お、すごい、イエーイ、やったね。デブニャンさん、ありがとう。明日肉の日なんで祝って。肉肉肉肉肉肉お肉。なっかんさん、花火、あ、星、ありがとうございます。うん、難波の久人さん、ありがとう。猫のことを見かけた。ラジオで誕生日センスが。ほんと。シャケピノチさん、ありがとう。
かった。でもちょっとっぽいんですよね、この横毛が。たかちゃんサンダーさん、ありがとう。長谷川さん、Thank you。ピノチさん、ありがとう。松瀬さん、こういう顔の周りを巻いたらバブリーって言われるんですよ。ホジェさん、Thank you。7時15日。7月15ですか。やっぱメイクしたら全然違いますよね。ありがとう。そう、目の周りピンクなりましたよ。なっかんさん、トロンさん、ゆゆゆのよさん、けんちゃん、ありがとう。25皆さんにご情報ありがとうございます。本当だ。もしかして跳ね上げ系の方がいいですかね、アイライン。今日漏れてない？そんなことないですか？こんばんは。気持ちが可愛くなった。本当？前髪切っとけるかな。メイクなしでも可愛い。ありがとう。ねむにゃんさん、ありがとう。キュン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 ランラン。ガールズクラッシャーって感じ？アリくん、Thank you。みんなガチャポを待ってるやん。今日チャコは岩田のひなちゃんに抱っこしてもらいました。めちゃめちゃおとなしかった。私 STU のチャコだと思ってるんですよ、ひなちゃんのこと。もう
子が2匹なのかひなちゃんが2人なのか、頭がこんがらがりそうだった。かわいかった。アイルトン佐藤さん、恋してカープさん、ありがとう。チャコのお腹と似てるからかわいいってひなちゃんのお腹を触ってたんですけど、今日ひなちゃんがチャコ抱っこした時にひなちゃんがチャコのお腹ポンポコだねって言っててあやばいってなりました。それでは誕生読みます。13位キミさん、12位キューさん、11位ミケちゃん、10位ホジェさん、9位ジュナロゴさん、8位ツボユースケさん、7位長谷川さん、6位ケンちゃん、5位ブルーさん、4位ナンバのヒサトさん、3位ナッカンさん、2位ジャストミトさん、そして1位はドゥルルンジャジャン、ヨシヒコさんでした。ありがとう。そしてラーキーの分22位はドゥルルンジャジャン、カリシチックさんでした。ありがとうございます。 Thank you。可愛いエピソードでした。また会いましょう。おやすみなさい。コメントしてね、コメント。